黙々とトレーニングに励む野球選手がいた。小島博道、プロ野球最強埼玉リカオンズの4番打者だった。二軍のピッチャー中根と、すごい、トレーナー木の先を伴っての沖縄でのミニキャンプ。次。あ、はい。いや。リカオンズに入団して21年、新人王、首位打者7回、本塁打王5回、打点王8回、三冠王2回。これだけの輝かしい栄誉を手にしてきた彼が唯一まだ手にすることができないタイトルがあった。それは優勝。彼は今まで一度も優勝したことがなかった。故に人は彼を不運の天才バッターと呼んだ。小島は思っていた。自分には優勝するための何かが決定的に欠けていると。このキャンプはまさにその何か探しだった。そして小島はあの男と出会うことになる。キャンプを始めて10日目、中根が利き腕の指を負傷したのだ。すみません、これじゃとてもバッティングピッチャーは無理ですよ。心配するな、俺のメニューなどどうにでもなる。でもそれよりすぐに病院行けよ。はい。おやすみ。中根、代わりのピッチャーを探すぞ。え、ここでですか？お前、小島さんの思いがわからないのか？このキャンプに全てをかけてるんだぞ。なのに。木の先と中根は大学や実業団の野球部をしらみつぶしに当たった。はあ、やっぱ時期が悪すぎっす。こんな年の瀬に野球なんかやってるやついませんよ。たく、お前、あんたたち、ピッチャー探してるんだって？ヘイジョージ、大丈夫か？ボールとバットがガフィーとも離れてたぞ。気に入ったピッチャーがいたら紹介するわ。なんだこれ？これはワンナウツっていうゲームよ。この辺のアメリカ兵の間で流行ってるの。ワンナウツ？ピッチャーがバッターからワンアウトを取れるかどうかを競うゲームよ。三振を取るか、打たれてもインフィールドに打球がバウンドしたらピッチャーの勝ち。それ以外はピッチャーの負けなの。今のはインフィールドラインの外にバウンドさせたからバッターの勝ちよ。いや、やったぜ、やったぜ。大金突っ込んだのよ。これは博打じゃないか。なんかやばいっすよ。ああ。ねえねえ、見てよ、次は日本人のピッチャーよ。どう？あんたらもかけてみたら？どうします？ああ、すぐ帰るってのもなんだし、1000円ほどかけてとっととこの場を去ろう。じゃあバッターに1000。え、バッターにかけるのか？バッターでしょ、当然。あんた見る目あるよ。あのバッター、ハイスクール時代州大会で優勝したチームの4番だからね。打つわよ。なるほど、あの枠から外れるとボールってわけか。あのピッチャー、スピードも球威もないね。やっぱバッターでしょ。ああ。残念、ついてないわね。ああ、仕方ない。じゃあこれで。もう一回、バッターに1000。何を言い出すんだ一体。大丈夫っすよ、見たでしょ、あいつのボール。
このままかけ続ければ絶対勝ちますよ。ところが次のバッターは三振。くそー、倍掛けだ。次のバッターに2000。次も三振。くそー、もう一回倍の4000。待って、はめられてるぞ俺たち。え、グルなんだよ奴ら。俺たちから金を巻き上げるつもりなんじゃないか。は、引き上げるぞ。それじゃ俺たちはこれで。何これ。何って、負け分の4000円。4000円じゃないわよ、4000ドルよ。ふざけんな。ふざけてるのはどっちよ。勝手に縁だと思い込んだのはそっちでしょ。そうかい、そういうやり方かい。ならこっちにも考えがある。おい、次は俺が相手だ。それでさっきの4000ドルこの勝負に丸々かけてやる。お前大丈夫っすよ、これでも俺高校の時4番打ってたんすから。悪いが乗れねえな、その話。そう来ると思ったよ、やっぱイカ様じゃねえかよ。バカかお前、黙って聞いてりゃ。インチキだのイカ様だの勝手なこと言いやがって。それで4センター安すぎるって言ってんだよ。ほう、じゃあいくらならやるんだ。4万ドルだ。4万って400万円じゃねえかよ、むちゃくちゃだ。第一そんな大金。全然構わねえよ俺は。なんならハンデもやろうか。そうだな、俺の投げるボールに当てさえすればお前の勝ちってのでどうだ。当てるだけ。そう、ただしバントはなし。なんだと。この時初めて木の先は気づいた。この男はただ者じゃない。どうする、やるのかやらないのか。やめろ中根、こいつら何か企んでるぞ。なんだそれ、そんな小細工しなくてもな、こいつが俺の球に当てることなんかできねえよ。やってやろうじゃねえか。そう来なくちゃ。無造作に散らばった400万の札束、勝てば全て中根のものになる。しかし今の中根にそんな気持ちはなかった。むしろ逆、しくじったらこれだけの金をむしり取られるという恐怖。なんなんだこの男の自信満々な態度は。こいつにとって400万は痛くも痒くもない金額なのか、それともこの勝負本気で自分が勝つと思ってるのか。中根、あれこれ考えるな、肩の力を抜け。ダメだ、中根のやつ完全にビビってる。プロとはいえまだ若い中根には一打席400万という勝負はあまりにでかい。見送った。なんだ、なんてことないストレートじゃねえか。ワンストライクと。そうだ中根、落ち着いていけ。勝負あったわね、今の一球命取りになるわよ。え、一球見送るのも作戦のうちだよ。作戦ときたね。そんなんじゃない、今のは明らかにあの男の逃げ。逃げ？重大な決断を迫られた時決まった日本人が取る手段、待つ、引き延ばす、つまり時間に解決を委ねようとする甘え、それ以外の何者でもない。あんたらのそういうとこ見抜いてわざとこのルール提示したのかもしれないね、あいつ。わざと？まだ気がつかないの？
あんたたちはこのルールの本質を理解していないから、ワンストライクをドブに捨てたのよ。完全に彼の罠にはまってるのよ。あ、しまった！ドンダですら勝ちになるこのルール、ストライクを見送っても何の意味もない。貴重なストライクを失うだけ。流れ！振れ！振るんだ！振れ！振るんだ！ようやく気づいたようね。最悪のタイミングで。だが、いくらなんでもこんな甘い直球、二度も続けて空振りするはずがない。中根が冷静でありさえすれば。ツーナッシング、あと一球、奴は次に何を投げる気だ。ストレートか、変化球か、それとも、一球外してくるのか。わからねえ！タイム中根、いいか、よく聞け。大振りするな、当てるだけでいいんだ。奴のストレートは全然怖くない。それに、変化球だって恐れることはない。このゲームでピッチャーはグラブをつけていない。つまり、投げる前に握りが見えるってことだ。冷静になれ、いいな。なんでこんな簡単なことに気づかなかったんだ。だがこれで、この勝負、俺のものだ！奴の手元、握りは、フォーク！そうか、奴はフォークボールを投げられんのか。落差の大きいフォークボールは、最も空振りを取りやすい変化球だ。自信満々の表情でいられたのも納得できる。奴の狙いは、まだ一球も見せてないフォークボールで空振りを取ること。外角低め、やはりフォークだ。このコースなら見送ればボールだ。かかるか。ストレート。あのフォークの握りはブラフ。いや、バッタの負けだ。三振だ。バカな。逃げたね。一度ならず二度までも。さっきも言ったろ、日本人は重大な局面に立たされるとすぐ町の態度を取る。まさに今のあいつがそう。ツーナッシング。全く後がない状況で中では打ちに行かずに見送った。ピッチャーが見せたフォークの握り、それは暗闇の中の一筋の光明。そして次に来る球がフォークだと判断した。いや、思い込んだ。思い込むことで現実から目を背けたのだ。逃げ、それが彼の運命を決定づけたのよ。結局400万の勝負ができるほどの器じゃなかったってことね。ま、今日はとりあえず有り金全部とカード類を置いてってちょうだい。ああ、一言言っとくけど、確かに私はあんたらをはめようとここに誘った。そりゃ認めるわ。だけど私たちとあのピッチャーはグルじゃないわ。え？バッターは本気で打ちに行ったのよ。そして本気で凡打に終わった。ご覧今の勝負、3球が3球とも寸分たがわず外角低めの同じコース。でもバットにかすらせることもできなかった。そういうピッチャーなのさ。格が違う。波の人間がいくら本気で向かっていったところで打てっこないのよ。東亜の球は。東亜？そう。一度も負けたことがない男。特地東亜。それが奴の名前よ。今日こそは打ってやっからね。おい、ちょっと変わってくれないか。うるせえな、後にしろ。変われ。そういうことならオーケー。
ああ、なんだろ。誰だあいつ。で、どうするんだ。へいへい、野球知らねえのか。簡単さ。あんたが握っているその棒切れで球を打ち返すだけだ。ジャック20、ジャック25、30、オッケー。じゃあぐらい野球知らねえ日本人にゴー。不親切だな。今のは俺の勝ちか。次は俺が相手だ。差しで200ドル勝負だ。ペドロサだ。ペドロサの中に50、日本人に20、日本人に30、ペドロサに50、日本人に50。へえ、こいつはさっきのピッチャーみたいにはいかねえぞ。入隊前1年間メジャーにいたんだ。今でもマックス150は出るぜ。悪いことは言わねえ。とりあえず 2,3 球見送って目を鳴らせ。うおすげえ。嫉妬か。いや、コースはヒットだ。何者だあいつ。あ、こいつテレビで見たことあんな。小島じゃないか。リカオンズの4番小島ひるみち。小島ひるみちだ。さすがだな。俺の負けだ。お、野球をコケにするな、クソが。おうおう、ずいぶんかっこいいことしてくれるじゃねえか。トア、トア、トア。おお、お前が特地トアか。あんた、俺に用があって来たんだろ。この前日本人が二人来たろ。あれは俺の連れだ。言っとくが、あの賭けは連中から申し出たんだ。それはそれでいい。なら今ここで俺と勝負しろ。すでに巻き上げた金は忘れてやる。だが残りの金は俺が買ったら帳消しだ。ずいぶん強引だな。お前らの手口の方が強引だと思うがな。ただの賭けじゃ割が合わねえ。そうだな、もし俺が勝ったら10倍返し40万ドルでどうだ。あんたほどの選手ならとってことねえ額だろ。どうでもいい。どう見積もっても俺がお前に負ける可能性はゼロだ。俺はプロだ。こんなところでお遊びでやってるお前らとは賭けているものが違う。俺にとって野球とは神聖なものだ。だからお前らのような奴らを見ると無性に頭にくる。こんな狭い世界で多少他人が打てない球を投げられるからってまるで天才であるかのようにもてはやされているお前みたいな人間を見るとヘドが出る。今この勝負で思い知らせてやる。さあ遠慮なくかけろ。それとも結果の分かりきった勝負にかける気も起こらないか。オーケー。トアに40、メートル、トアに30、トアに50、トアに100だ。トアに150。なんだ、どういうことだ。全員がこの男に。あんた言うことはかっこいいんだけどさ、信用がゼロだな。やっぱりここだ。中根のやつ、小島さんには言うなって言ってやったのに。ねえ、ちょっと。あら、あんたちょうどいいところに来たわね。今から始まるわよ。まさかまたバカ高い金かけてんじゃないだろうな。40万ドル。むちゃくちゃだ。止めるんじゃないわよ。男と男が望んでやってる真剣勝負。野暮な真似したら許さないよ。無敗の男、特地東亜、天才打者小島博道。勝負は始まった。